こんにちは。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 今日は何をやられるんですか。今日はですね、僕初めてのバッテリー交換を行ってみようと思います。なんでバッテリー交換するんですか。多分すでに動画に出てるかもしれないですけど、あ、撮った。そう、超薬味があったんですよ、僕の青木さんがホラーの時にもういいしこたま薬味みたいな日があって、で、何でしたっけ、セルは回らんなるわ、立ちゴケするわ、立ちゴケした、立ちゴケしましたよ、俺立ちゴケ、まああと帽子なくすし、あ、帽子なくして、帽子なくして、え？で、最後にまたあれか、でセルが回らんなったのは、うん、セルスターターリレーか、スターターリレーが、故障したけばダメだったんですよ、うん、で、スターターリレーを直しました、たらバッテリーをなくしてしまったんですよ、僕がルンルンな気持ちになって、スターターリレーでセルが回り始めて、やったーって、多分キーをオンにしたまんまずっと放置してたんですよ、多分。あと、その時電球変えたもんね。そう、電球も切れたんか、うん、切れた、やばかったっすね、あれ1日2日で起きたっしょ、あれで、結局バッテリーが今の問題はバッテリーがないのでセルが回りません、不動車になっちゃってますと。それを直すために今初めてのバッテリー交換をやってます。気をつける点は、え、気をつける点、うん、マイナスから外すよ、感電しないことです。マイナスから外す、マイナスから外すことです。多分僕の薄っぺらい知識量だと赤色はプラスなんですよ、これ。あ、そう、あ、マジですか、うん、よしよし、赤がプラスですと。だからマイナスから外せって言ったんですよね。だから全然プラスから外してもいいんだけど、そうそう、またこう壊れせねえけんね、うん、苦労してつけたけど。バッテリー交換したことないですか。したことない、したことないですか。ないです、ただ作業は見事です。全く覚えてないけど。もうそれはやってないんじゃ。その時に向こう側から外すとマフラーを外さんとバッテリーが取り出せって言うとだけは覚えてますよ。じゃあマフラー取るってこと。いや、こっちから出すんだから。ああ、そういうこと。こっちから出せば普通に出せるっていうのはだけは知ってるっす。あ、ほら、見て、でギア入ったよ今。ん？いや、入ってない。ここにあるんですよ。どれ？この奥、この奥に、この奥に落とすよ。どうやって飛ぶんですか。わからんですよ。これを僕が今からわからんなりにむさぼりほじくって、絶対聞いた方がいいだろ。なんかでも取れた。こっちから出すんや、こっちから出すんや、こっちに出すんや。え、ここからやったっすよ。そっからやった。はい、マフラー発散に行けんかったけ、こっちからやったっす、うん、そっちから取れる。取った記憶あるっす、ここから。ダメだったんですよ。なんかこれ外し、あー、マフラーちょっとエレメント外れんかもね、こっちは。だいたいこっちから向こう、こっち完全に無理でしょ、マジでマフラーが。マフラーちょっと外せね。外さん、だるいけ、こっち。いや、だるいってこっち上げる方がだるいけど、そっちから開けたことないけど分からん。マジっすか、うん、じゃあこっちからいけるん。分かんないっす。本当にそっちからやった。うん、だってマフラー外れた。めっちゃ時間かかるな。これやってもらってみたけ。ここカット。やってないんか。俺はやってない。じゃあ、こっちからやりましょう。新規一点。絶対そっちでしょ。じゃあ、反対側取らんでよかったってこと。いや、反対側はマイナスがついてる。取らないけど、どっちでしょ。え？結局反対側やるんですね、やっぱり。反対側はさっき。バッテリーのマイナス端子があっち側に向けん、 あれは外さない。なるほど、これが問題のスタータリーですね。バッテリーがこれです。
俺がここでいるんか。うん、そう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 。そうネジを開けました。今ネジ取りました。何やってるかも分かりません。すごい硬いね、もう。外したことがないってこと？いや、2年前ぐらいにこれ交換したんで1回、その時開けてるはずですね。はい、肉の取れました。バッテリー見ました。これです。絶対取れんじゃん。もう少なくとも。いや、奇跡的に取れんのぞこれ。こっちのマフラー。そう、このマフラーを外すと奇跡的に取れんのぞこいつは。マフラー外したらいい。そうっす。それがすごい大変です。マフラー外すのって大変なの。やってみましょう。外したことマイナスタラシから外さなきゃいけないらしいですよ。噂によっては。外してみましょう。どこにあるのこっち。上から見えない、その隙間から。隙間から、うん、でもそっちからバッテリー外した経験があるんだって見えると思うけど、さすがに。ですよね。俺は多分そっちから外せるのかな。マイナスは、あ、これか、マイナス、うん、これか。上からプラスで多分止まってる。あ、これ、え、クソサビトのこれ、取っていいんですかこれ。え、これよね、多分バッテリーの上が見えるでしょ。はい、え、あの、端子のとこですよ。うん、バッテリーの上側が見える、端子。この端子のプラスを取っていってことですか。取ってみましょう。多分、キーをオンにしとったら感電するんで。あ、オンにしてる、やば。危ない、危ない。多少は。ほんまに来るんか、やってみる。んそんなリスキーな検証。え、回ってるこれ。え、舐めたもしかして。回ってる回ってないじゃないよ。回すんよ。出た、言うと思ったぜ。あ、回ってる回ってる。バッテリー大変なんですね、取るの。いつまで回せばいいんこれ。ずっと回ってる。ずっと回すんよ。そういうこと。あ、あ、なんか取れとると思う。上に引き上げ、引き上げました。引き上がりました。ネジ取れました。これ常備されてる鉄、この上のラバーに包まれてるやつは。ラバーに包まれてる鉄は常備されてる鉄ですか、これ。ああ、ああ。じゃあ実質これは今マイナス側取れたんですね、今。で、次プラス側を取ればですね。はい、取っていきましょう。よし、取れた。怖っ。いや、もうこれ怖いんよ、電気系は。やめて、そういうの言うの。みんなすげえなんか苦手とか怖いって人めっちゃ多いから。怖い。
ですよね。苦手と配線とかね。バッテリーはそもそもなんであのバチーンってなるか知っとる？電流は流れてるから。そうなんよ、まあ、それはそう、それはそう、それはそうとか言い出して、いやいや、だからそうじゃ、そうじゃないじゃないですか。なんていう、なんていうんですか。ただバッテリーのプラスとマイナスが直接当たると、あの熱を持って溶けるんよ、真っ赤になる。で、バチンってなる、まあ、バチンってなるっていうか、まあ、熱持つ、一瞬で電気が通ると熱持つ。でもそれバチンにならんようには、そのバッテリーのプラスとマイナスの間に抵抗っていうんだけど電球とかを入れてあげる、うん、そうするとプラスから電気流れるでしょ、うん、それが電気で光に変わってマイナスに流れるけバチってならない。うーん、この流れる電気をこの電気に消費してあげとるけんバチってならんの。でもこの電球なしに足すと引くを当てるともう直接ギャンってなるわけ。バチン。なるほど。ここに電球があるとギュンふわーって光ってこれ弱まるんですか。弱まるっていうか使ってしまうから流れなくなる。流れたんだけど、イメージの話ね、はい、イメージの話、はい、ウィンっていったのが光に変わってしまって消費されるけバチンってなる。なるほど。これ光るじゃん。あれは配線が細いけ結局熱も熱くなるじゃん、はい、熱くなって流れる。でマイナスの方を外してあげればプラスを外してもいい。どっちだ、どっちかをバッテリーから外してあげればもう当たることがないじゃん。プラスとマイナスが、うん、絶対バチってならんけ。マイナスから取るって理由があるんですか。とにかく基本マイナスから取るよ。それが何でかって言ったら俺は知らん。あ、ただそういうけどそうやって習ってけ、そうやって言うけど、でプラスから場合によってシャーシによって外すこともあるけど、まあ基本マイナスから外すとか。そうなんですね。マイナスから外してバッテリーがパチンってならなかったら絶対ならん。絶対パチンってなる。1個切ってあげれば、でもう心配はないよってことですね。そうそうそう、今は外してくるね。ビビってもビビるよね。これをこう触っても大丈夫。あ、もう切ロボと切られてる。そうそう。こうやって触ると関係ない。まあ、これ今外しついてる。こうやって片側でこう触るの問題ない。こうやって、うん、これをこう繋げるとバチンって流れちゃうから。流れんかったら電気は大丈夫だけ、絶対動かない、うん、一番大事なのはあれじゃない、ゴム手袋やったら電気流れんの。あ、本当なんですか。防げるんですか、完全にしっかりとこの時でグッて言っても大丈夫。まあやってみたら俺はせんいやいや絶対せんわ絶対せんっていう勉強をしました。今僕は習いましたので、いやもう片っぽ切ってるもん。マイナスから切ってるもん。あ、ほら実質動くんですね。もうだけど実質動くえ、なんだスターターリレーとかいろいろ弊害で、これそうだ、これが心がどっこいなんですよ。ほらこのマフラーがねいい感じに邪魔するんですよ。削ればいい。バッテリーよ。無理やね、やっぱマフラーさんと。ほら、まあでもマフラーに一回2本外すだけや。そうですね。はい、諦めましたということで。音、ここが難しいね、確か工具が入りにくいとか。こう取っていこう。これは何に取ろうか、ちょっと見てみましょう。工具、使えそうな工具見てみましょう。見て歩いて、これを使っていこう。入らんね。12じゃないってこと。12じゃないってこと。ほら多分13だと思うんですね。こんな感じ。13取ってきましょう。外す
大丈3つついてる。え、3つもついてるんですかこれ。2つっすよね。意地悪。いや知らんよ、それはスティールだと寄ったことないわけですよ。そうね、3つかもしれんと思っただけよ。逆に意地悪、勝手に信用しただけじゃん、どっちも。うお、もういきなり絶対無理、今の無理っぽ。君の握力何ぼなの。35。あ、絶対だ。35も絶対ない。そんな取りにくい。ここね、なんかバンテージ巻いとる気かもしれないですね。この厚みもあるけ、綺麗にはまってくれんのんすよ。かっこいいですね。かっこいい。これすごい使いやすそうじゃない？かっこいいと思います。回すだけみたいな。かっこいいと思います。すごい。だけないねって言わんのがすごい俺からしたら。ゆうさん、はい、見てこれ。うん、すごい医療用みたいな。見とってよ、これってね、こう外せるんよ、ここ。あ、違う違う違う、こうやって外せて、ここでこうやってもできるんよ、こうやってもできるんよ。あー、グーグルね、はい、で、はい、相手にこういうのかましたら、こう離れたところからもこうやって回せるんよ。おー、すごい。わかる。はい、でさ、ここをさ、こうやってさ、こうやってやるよりさ、はい、狭いところでこうやってやるよりさ、ここの距離をさ、伸ばしてあげてさ、こうやってさ、まっすぐ刺して、まっすぐ持ってこうやった方がなんかやりやすそうじゃない。はい、すごくこれやりやすいね、うん、手だけ。そうあるんすか、それが このサイズで。今からでも入れる保険があるんですか。違う、長くなるのか、これで。こういうことか。見てこれ、長くなった。はい、はい、長くなりました。より一層だって長さ足りとったけんね、別に。なんなの、バンテージのせい。違うよ、そもそもこれは長いんだよ、そこが。うん、でけ、うん、こうなっとんだよ。
あ、斜めに。ああ、じゃあこうなるか。ここに障害物があるから。こうなったらもう無理じゃん。はい、ってことは、これじゃ無理ってことだね。これじゃ。これ以外にあるんですか。これじゃ無理。うん。はい。こういうやつか。こう？それ。いや、わからない。例えばなんでしょう。例えば？だってここに障害物があったら入らんのだろ、まっすぐ。そうそうそう。過去のバンテージ外したりしたらいいんじゃないってことですよね。うん。え、これスティードってでも全部こんなんだ。社会枕にさ、ちょっと変えにくい。ほんまに俺は当たるの。おー、当たるね。だってもう入れるスペースがないもん、そもそも。バンテージつけるタイミングが悪いんじゃない、これ。違う、ってことよね。抜けんのほんまに。だってもう当たっとるもん。そうね、取れてるね。バッテリー取れんの、取れんの。取れそうよね、なんか。取れるよ。そんなね。無理やん、今の笑い方。無理でしょ。無理やね、このワイク。取れそうで取れんの。取れそうで取れんの。取れそうで取れない。でも逆に俺そんな隙間ないのにさ、向こうからよう外したなと思うね。こうかぶさって、まあ、外したら分かるもん。こうかぶさってるんだよ。壁があるよね、これは。どうやって取るのこれ、うん、カバー外すってこと。これ全部外せないんだ。外して取れるの分かるんだっけ、シーだって。外さないんじゃん。この辺外して、ここ外してってところ。ここに壁がある、壁が、壁が。この壁が。どうやって外したの？こんな外したの、こっちから。あ自信なくて。あっこまでね、僕も言われたらね、ちょっとずつ記憶がね。外れればそれが正解やけどね。あれ？いや多分ね、なかなかバンテージちゃうへん。幅じゃねえ。12か。バンテージが邪魔問題？だいぶね。こんな上までいらんやろ。バンテージって厚さ対策だろ、だって。シャ、来た来た来た。なるほど。取れた？ですね。ちょっと緩まったっすね。なんかやっぱり噛み合わせが悪いけど、そう簡単にはもう回るんだけど。いや、ちょっときつかったっす。今見たらより取りにくくなったっすね。ダメやそれ。なんで角度が変わった。角度が変わった。乱暴にする。うん。
すごいね、バイク屋ってこういうの。それだったらさ、もうここだけに回した方が早いんだよ逆に。ステップ。どうしたの？何キステップ？キステップがね、邪魔。取りで。それを回すんだったらさっきのつけた方がいいんじゃない？お前の握力何倍？30。まっすぐ刺したらこうまっすぐしかなんだけど、半分刺したら角度つくんかって。おちょっと角度ついた状態でこうやってできるよ。ほんとだ。で、俺はこれにしたいんだ。おー、ついてる、ちゃんと。おー、新たに習得。あんま押し込んだっすね。まっすぐしかない。この遊びを使うんか、バイク屋さんは。そういう風に作っちゃうんじゃない、バイク屋さんがじゃない。まっすぐつけるっていう。まっすぐやつけるのが大変やね、これ。外したところで頑張って。もう一緒やね。こういう枕にしたいもん。苦労せんよ。外せばいいんじゃないかな。直感。ポコ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 って言うんですよ、これ。何や。あ、来た来た。なめってない六角形。ですよね。ただ根元がまだついてますと。これよ、これなんですよ。全然いいやろ、さっきより。ここ、これを取らなきゃいけないんですよ。取れるでしょ。これを取らずにしよう。簡単でしょ、これは。簡単でしょ、こんなの。六角じゃん。なんぼやと思う、これ。16か8。え、六角よ、多分。六角でしょ。六角上でスパナーで12ぐらいじゃないかと。スパナーが12で、六角で上スパナーで押さえて回らんように、で下でぐるぐる回せばいいじゃん。えやってみましょう。スパナーってあるんですか、こういうやつ。
耐えきれんで、そうそうそう、やっぱりそんだけ電気の流れって強いっていう話。すいません、やってみましょう。太いですかね。ここはない。入らんね。絶対太いの。これ太い。これ太いですか。これ一回持ってるじゃん自分の。あ、あれ使えばいいか。これ太いぞ。これ太いぞ。え、そのサイズじゃない。そのサイズだと思うけど。そのサイズじゃなかったの。インチとかになってる。入った入る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 入入ったねって言うの。入った。こっちの方が使いやすいの。短いで。入ったっすか。入ったよ。え？お前見えんなら潜ってみろ。入らんかったらまあ自分の使いにしたいもん。狭いここ。全然回らん。気を飛ばしました。いややろ、バイク屋の前でバイク触るの。ん？バイク屋の前でバイク触るの嫌やろ。プレッシャー半端ないっすね。でもカブ触ったっすか。何しろ。それ手で回るんじゃないの。いやもう回らんかったっすね。マジで。力ないとかじゃなくて。はい。
そうだね。締めよった。でも下回した方が早いんじゃない？そうですか。はい、はいね。閉まるよ。これだ。取れました。空気接あって取れたことによって バッテリーが取れました。 GS 湯浅。湯浅さんのバッテリーですか？イエス。よし、新しいのに変えていきましょう。じゃあ、つけるときはプラスからすか。え？
なんだこれは。バッテリー交換無事にできましたね。もう締め落ちるんですか。やば。こういうこと？あ、バチ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 。いや、やめて。こういうこと？こんなあれ？何股でよかったっすか？こんなもん？こんなもん？やべえ、元覚えてねえ、わけがわかんない。動画見返す。あ、そういうことっすか。これ多分ぶっ刺さる方式なんですよ、こういう感じで。この中にこれがないとダメってこと？イエス。これどうやってはめるの？入れるもん。この中に？で？しまった、うん、そんなガバガバだったら俺みたいになるで。あ、そういうことか。そういうこと。こういうところがガバガバになっておかしくなったんですか、あの高速で、うん、そういうことか。大事ですね、こうじゃ。じゃあ逆側もつけましょう。つけたらエンジンかけて終わるや。そういうことですか。あれか、どこれだ。こいつっすね。どいつっすか。これどうも今日は。MG。
よいしょ。これかまさずにやってるわ。はぁ、かましてってやっとったら意味わからんわ。閉めるだけってこと。はい、さすが、さすが俺っす。いや、一回閉めただけやろ、試しに。そうっすね。何事もあれよ、考え方よ、物は試しに、うん、ちゃんと回るかなって。なるほどね。ポジティブ、ポジティブ。あっち怖いわ。いや、あり得るっすかね。なんで、うん、よし。でも今つながってる状態やけど。言うな言うな、そういうこと。不安を煽る。バチバチバチ。全然違う穴さしよった。よし、来た。こっちだいぶやりやすいね、プラスより。一緒やろ。ああ、そういうこと。うん。どうも行くで、失敗したら。オッケー。オッケー。全然うまくこぼさん。こんなもん。イエス。こんなかぶさらんもんすか。いや、もう適当こういうの。いや、ちょっとやってみよう。ノー、ドン行くぞ。失敗したらマジか。いきます。プラスマイナス合ってる、ちゃんと。やめて。え、合ってる。でもつかんかった。ついてないよ。ついてないよ。え、マジマジ。バッテリーや。え、マジ。バッテリーじゃないこれ。ついたよね。つけたよね。お前もしかしてバッテリー外したのまたつけたんじゃない？え？いや違う違う違う。焦った焦った。え、なんで？